聖母子と聖カテリナと羊飼いはイタリアの画家ティツェアノベチェッリオにより1525年から1530年頃に描かれた絵画である。宗教画。ウサギの聖母、ウサギのいる聖母とも、聖母マリアを中心とした聖人の集まりが描かれており、聖会話というジャンルに分類される。パリにあるルーブル美術館に所蔵されている。 アルプス山脈を円形に望むベネツィアの夕暮れ時の田園風景が描かれている。画面中央に描かれた赤色のドレスと濃紺のマントを身につけた女性が聖母マリアである。マリアは右手で白いウサギを撫でながら傍らにいる白いドレスの女性に抱かれた自らの息子である幼児イエス・キリストに視線を投げかけている。古来よりウサギは 肉体的に接触することなく繁殖する動物であると考えられており、このことから聖母マリアの諸女性が想起される。マリアの傍らにいる女性は白い布で包まれたキリストを抱いており、16世紀頃にベネツィアで女性の既婚者が一般的に身につけていたような衣服を着ている。彼女は殉教の印である車輪の上に足を置いていることから、 アレクサンドリアのカタリナであるとわかる。マリアの前に置かれた果物かごの中には、リンゴやブドウが入れられている。リンゴは、エヴァの原罪を象徴するものであり、ブドウは、ブドウ種、すなわち、キリストの血を意味している。果物かごは、キリストによる食材を象徴している。アレクサンドリアのカタリナの足元には、イチゴが描かれている。画面右側では、羊飼いの男性が、 羊の世話をしている。羊飼いは古代の異教に対してキリスト教がとって変わり、勝利をつかんだことを思い起こさせる。X 線を用いた調査によって当初、聖母マリアは羊飼いの方を向いており、腕を曲げて膝の上に乗せていたことがわかっている。ありがとうございます。